はいどうも、タマヤです。今回も川崎フロンターレで日本人ユースからの補強のみでチャンピオンズリーグ制覇を目指す監督キャリアモードやっていきたいと思います。まず現在リーグ戦の方、序盤からだいぶ厳しい戦いが続いてまして、2勝3分け3敗の12位となっております。前回からね、だんだんと勝てるようになってきて、降格圏を脱出したといったところですね。チャンピオンズリーグ出場圏内に向けてここからどんどん上げていきたいなといったところです。そしてチャンピオンズリーググループステージの方は、最初の1巡目を終えて勝ち点3の3位と、こちらもかなり苦戦している。前回ミッティランに勝ってグループ初勝利を手にしたが、決勝トーナメントに進出するためには2位以内に入る必要があるので、もう正直ベティスとの争いになると思うので、残り3戦でなんとか抜いていきたいね。現在のチーム状況はこんな感じ。アベット藤原がなんと90代に乗りました。これはもう素晴らしいですね。前田もね、あともう少しで70代に乗りますし、あとはサブの平野も順調に伸びている。それでは進めていきましょう。リーグ戦、相手は9位のシュツットガルト。2対2の引き分け、智也と平野のゴール。そして今季もドイツ杯が開幕。2回戦からの登場で相手はビーレフェルト。いや、ここは勝ちたい相手だね。相手的には1部と2部の中間ぐらいのレベルっていう感じだから、さあここはプレイしていきましょう。さあ今回このフォーメーションでいきたいと思います。前回やった時にね、トモヤのトップ下が非常に良かったので、やっぱり彼はトップ下で戦わせるべきかなといったところで、こちらのフォーメーションですね。で、幅をもうちょっと広げていきたいなと思います。今回73でやっていきます。ドイツ杯2回戦キックオフ。オッケーナイス対応。ここは気をつけたい。奥側。さあこのフォーメーションにしてビルドアップがどうかだよね。この幅がどう出るか。いや怖いぞ。マジか。危ねえ。武田ナイスセーブ。さあチャンスだ。打っていく。うまい。さあ打った。 OK ナイス。こぼれ球に反応した。ここはさすがエース日村、うまかったね。そしてこぼれに阿部。1対0。いいね、今日はシュートへの積極性があるね。さあこれもチャンスになるか。うまい。 OK ナイス。めちゃくちゃいい崩し。あのタイミングで佐々木が中入ってくる。サイドの佐々木の入り方が完璧。これはナイスな追加点。2対0。まずい。 OK ナイスブロック。さあ最近調子いいよ田中を。運んでいく。そしていいパス、日村から阿部。 OK、 日村よく通した。さあこれはゴールラッシュも期待できるね。3対0。ここは前田ナイス。さあチャンスになる。うわ惜しい。いやただ選手間の幅を広げたのが結構効いてる気がする。さあここはカットしていく。ナイス智也。相手の心をへし折るゴール。4対0。ここで前半終了。前半割って4対0、大量リード。正直もう勝ちは固いので、サブのメンバー試していこう。まず近藤に変えて平野、大西に変えて今井、平野トップに持っていこうか。そして日村に変えて古川。これでいきましょう。後半キックオフ。友也から阿部。さあここは服部がさすがの対陣を見せていく。トモヤうまいね。さあ非常に落ち着いている。
これはオフサイドあるか？ない。素晴らしいポジショニング。阿部のゴール。さあ平野からの阿部。5対0。これは完全にチームの調子が戻ったと言ってもいいのではないだろうか。さあ智也が持つとチャンスになる。うまい。古川から智也。そして平野。ナイス連携。やっぱ智也のゲームメイクが光るね。このフォーメーションは平野も結果を残した。6対0。ナイス服部。さあ打っていく平野。いいよ。さあさっき、さあゼロに抑えよう。オッケー、ナイス今井。うまい。平野から智也。さあいい展開だ。打ちたい。オッケーオッケー。打っていく。惜しい。ここで試合終了。ドイツ杯2回戦6対0で大勝。いいスタートを切れた。まあ明らかな実力差があったことは否めないが、やっぱりこのフォーメーションにおいての幅73っていうのが結構いい感じに作用した気がする。次の試合もそれでいってみよう。平野1ゴール1アシスト、日村1アシスト、阿部3ゴール、智也1ゴール2アシスト、佐々木1ゴール。リーグ戦相手は2位のライプツィヒ。1対1の引き分け、阿部のゴール。さあチャンピオンズリーググループステージミッティラン戦がありますが、まあ、ここは勝てるやろうというところで、ここはシミュレートして次のこのピエモンテ戦に照準を当てていこう。さあ相手はミッティラン。3対2で勝利。阿部、近藤、日村のゴール。いやー危ね、ギリギリだったけど勝った。リーグ戦相手は10位のフランクフルト。3対3の引き分け、服部、佐々木、日村のゴール。リーグ戦相手は11位のグロイターフィルト。1対0で勝利、佐々木のゴール。さあそしてチャンピオンズリーグ首位のピエモンテ戦。ちなみに1巡目の時はボコられています。ただ順位表を見てもやっぱりピエモンテはもう突き抜けてるから、勝ち点1でも取れればだいぶでかいと思います。そして知らない間にね、ベティスが、まあ、前節ピエモンテ戦だったっていうこともあるだろうけど3位に落ちていて、フロンターレが2位に浮上していると。だから本当にここはね、勝ち点1でも取りたい。そしてグループ最終節のベティス戦でね、全てが決まるっていう感じになりそうだね。さあここはプレイしていきましょう。好調のフォーメーションがね、ピエモンテ相手にどこまで通用するのか。今回もこの布陣でいきたいと思います。佐々木が能力1上がって89、前田もついに70代に突入したと。チームの方は好調。ただピエモンテ相手に4バックっていうのは、まあおそらく 1,2 点はいかれそうな気がするから、どれだけね攻撃面で今までとの違いを見せられるかっていうところだと思います。今回もね、前回好調だった幅73、これでいきたいと思います。キックオフ。グループ突破に向けて大事な一戦が始まった。さあいいぞ、いきなり攻め込んでいる。うまい。 OK、 ナイスカット。うまいぞ。 OK、 OK、 いいね。ナイスカット。早めに先制したい。いやしかし硬いな。いやまずいって。オッケー、ナイス。しっかり中固めていこう。いやうまい。そこ通してくる。それはうまいよ。これはしゃあない。0対1。強いね。さあフォロー欲しい。いやー厳しいぞ。さあいい位置で回している。いやーそこのパスズレ、2点目は与えたくないね。おっと、うまい抜け出しされた。これどうする。いやーこぼれいかれた。なんでこんな強いん。
やべえな、前回と同じ流れだぞ。0対2、まあ、失点するのは分かりきってたことだから、あとは攻撃よ。とにかく点を取ろう。いやーマジで行かれた、マジでやばいぞ、レベルがちげえな。ちょっとやっぱりこの4バックじゃまずかったね。ただもう引き返せないよ。0対3、なんとか1点返そうよ前半で。あぶね、いやうますぎる。オッケー、ナイスセーブ。いや強いね。ここで前半終了。前半割って0対3、前回同様の展開。ちょっとだいぶ厳しいね。まさかこんなに強いとは。ちょっと前のビーレフェルト戦で変に良かったのが勘違いしてしまったポイントだね。やっぱ守備が試していくしかないね。じゃあ近藤に変えて花房、これで守備が貯めといきましょう。ただもちろん得点は狙ってますよ。後半キックオフ、オッケー、ナイス。これはいいぞ。阿部から日村、松尾頑張れ。あぶねえ、こいつの個人技エグすぎる。いい展開、阿部がフリー。いやそこでのパスミス、いやディフェンス強。おっチャンス、決めきれない。まだある、オッケーオッケー。相手のミスを見逃さない。さあもう早くボールを回収して次の点を狙いに行ってほしいが、一度は防がれるもよく粘った。1対3、ナイスカット。いやーまずい、いかれた。これはもったいないね。いや浮かした花房が悪い。ナイスカット、ここで試合終了。1対4、またしても完敗してしまった。いやもう二度と戦いたくないレベルで強いなピエモンテ。だいぶ川崎フロンターレもね、選手が成熟してきたにもかかわらずまだこんだけの差があるっていうのはディフェンスラインのとこかな。やっぱり阿部1ゴール、友也1アシスト。そしてチャンピオンズリーググループステージ1試合を残して川崎フロンターレ3位となりました。2位のベティスとは勝ち点差が2と、ただ得失点差が結構あるから、もう最終戦相手がねちょうどベティスなので、突破にはもう勝つしかないって感じだね。勝てさえすれば決勝トーナメントいけますからね。いやーこれは次回熱い戦いになるぞ。というわけで今回はこの辺にしておきたいと思います。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。